せていただいたスペシャルゲストがいらっしゃるんですが、一体どこにいらっしゃるんでしょうか。さあ、スペシャルゲストが走って登場してくださいました。皆さんどうぞ大きな拍手でお迎えください。本日のスペシャルゲストは熊本県営業部長兼幸せ部長の久保さんです。よろしくお願いいたします。久保さんにはこの後の除幕式も手伝っていただきます。久保さんどうぞよろしくお願いいたします。今日も可愛いですね。ありがとうございます。続きまして除幕に移らせていただきます。スタッフが準備をいたしますので皆様しばらくお待ちください。ちょっとでいいんじゃない。
それでは準備が整ったようでございます。これより写真撮影のお時間を取らせていただきます。除幕をされる皆様は紅白紐を手に取りまして、カメラ目線をお願いいたします。それでは報道関係の皆様お願いいたします。カメラ目線、カメラ目線してる、カメラが多すぎる、どれが それでは撮影はよろしいでしょうか。ありがとうございました。それではいよいよお披露目となります。除幕の合図ですが、私のどうぞの合図で一斉に除幕をお願いいたします。それでは参ります。くまモンのポストの設置を記念いたしまして、ポストの除幕です。どうぞ。ありがとうございます。皆さんどうぞ大きな拍手をお送りください。皆様ありがとうございました。かわいい、まあ、なんか手紙持ってるじゃん。はい、どうもありがとうございます。素敵なくまモンのポストのお披露目となりました。今回くまモンのポストの設置に小山薫蔵氏より幸せを運ぶ温かいメッセージをいただいております。日本郵便株式会社熊本県中部地区連絡会副統括局長永山誠より代読をさせていただきます。メッセージを代読させていただきます。くまモンは当たり前の幸せを改めてかみしめるために生まれたキャラクターです。あなたが大切な人に宛てて書いた手紙は、くまモンの優しさが詰まったこのポストから郵便の旅に出ます。人をつなぎ幸せを編む、そんなくまモンの魔法があなたにも届きますように。小山薫堂、副統括局長ありがとうございました。それでは皆様で記念撮影を行います。にこやかな笑顔でお願いいたします。それでは報道関係の皆様、ご覧の皆様撮影をお願いいたします。皆さんにこやかな笑顔でお願いいたしますね。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではこれをもちまして、くまモンのポスト除幕式を閉式とさせていただきます。本日はご参加いただきましてありがとうございました。なお、この後くまモンが大好きな川島知事へくまモン誕生祭の招待状を出しに行くそうですよ。マスコミの皆様もぜひ取材をお願いいたします。さらに今日からくまモンのポストの設置を記念いたしまして、風景印もあるそうです。皆様ぜひご利用ください。くまモンは3月5日から9日までアビプラザ熊本に毎日登場します。ぜひ遊びに来てください。本日は誠にありがとうございました。
よ。逃げて、見えない。あママこっち向いて。なるほど、窓口に出すんだ。なんか、自分で締めようよ。これ降参やん。